やっぱり昨日は夢の中だったみたい。ケイちゃんみんな、せーの、ケイちゃん、イエーイ。さあ、あのですね、昨日、実は今月の3月12日にある替え玉街ファイブマックスグランプリの、まあこう、事前練習といいますか、事前対策ということで、本日もこのボースラボさんにいるんですけれども、今回そのミニ四駆グランプリ、3月19日に行われるミニ四駆グランプリスプリングの模擬コースで替え玉杯も行われるということなので、まあ事前にね、いろいろと昨日走らせたんですけれども、なんと完走してしまったという。なかなかないですよ、一発目から完走っていうのが。なのでかなり驚いてたんですよ。あ、もうこれでそのままそのまま帰ろうって思ったんですけど、やはり夢だったみたいで、電池が充電されてなかったみたいです。こんなことある？なのでちょっと一切改造はせず、チューンアップせず、電池を、しっかりと満タンになった電池を入れて、もう一度、そしてタイムアタックも含めて走らせてみたいと思います。こんなことある？それでは充電満タン、走らせたいと思います。完走できますように。バーレディーゴって感じ。